どうもこんにちは、なんかねセブンズの代表選手たちが今日うちのジムで来て練習してるみたいなんで普通にトレーニングしてると行ってパッと見ましょうやってるねやってるねやってるやってるおおなん何の練習ですこれタックルのタックルする側の練習ですタックル練習、はい、おぉ、セブンズの現役選手のガチ練習にだってこれは一般衝撃とかないから普通にテクニックの練習やからさっきの距離僕はそんな意気込まんでそんなあの勝負とかじゃないからうわぁえぐいかかってるかかってるおぐらいかかってるわかかりすぎもう一回こっち行くはいおっそーかかってるタオルまでおっそいやそれをそのタオルごとみんなにやってよ二人にやるのじゃあ倒しに行かないぜこれがやってるわ僕らもスパルタンの後に恥かかんといてくれよそれもあの耐えてないように見えてめっちゃ耐えてた耐えながらゆっくり全然違う恥かかされてこうやってたまにトップアスリートが来てこの施設使ってます、はい、うん、いや、小倉最後タックルタックル体験やってきよじゃんほんまや今からちょっとだけ強度上がるからみんなかかっちゃうんだよなぁいやいや、逆にその現役選手が一般の時にかかるはずがないよいやその逆に抜くから練習おかしいよ、うん、いやそのカメラっていうもうバイアスがあるからいや逆だからこそ丁寧にしてくれるよいやカメラなかったらちょっと板ぶらしたろかなってできるかもしれないけどいやいやいやそう、うん、ゆうさっきのナンバー10人ぐらい10人もうやっちゃってる10人って筋肉使ってるんだやっちゃってるじゃん俺が本気でやったら壊しちゃうからお互いどっちかが壊れるからあ、今はワンステップ。今はというかまあ、そうね、ワンステップ。え、強度は一緒ぐらいでやって。強度は12パーでやる。うわっ！小倉。いや、かかってんのどっちやねん。小倉、こっちは明日からガチの合宿や。シャカシにこんといてくれ。すごいね。入る側は選んでいい。入る側は無理だろ。え、これは何パー？いや、10パー遅いな遅いし、ダイソーのかかとがここに引っかかって倒れてる当たった感触なじゃあちょっと、ガチな練習に入るんで、はい、茶菓子はもう許してくれ、僕らいや、もうもう許してくれよ許してじゃあ、おいたまするぞ、うんほら、頑張って。よし。どうやった？まあお互い 12% だから、うん、評価しづらいけど、うん。やるならもうちょっと強く来てほしかった、うんうん。評価しづらい。そんなあれいらんよな。うん、こっちも12で、うん。確かに。12って言われたら小倉も弱くするもんな。うん、難しい、うん、評価は。オッケー。どっちがいいか。右と左。いやいや、6か5分だね、今こうだこれ、切ってしてこれでいくかそれやそれだって一番実績あんねやろ、うん、左から入って左に抜けるっていうもうビビンコマンドやゲームのコマンド
番だよ。これ右に抜けれないから。左から。相手見てとかじゃないよ。もう左スタートの左抜けない、うん。それだけ頭入れといたら抜けるよ。うん、あと目つぶっとってもいいもう、うん。おい、何やってんの。クソでしょ。出す。よーし、一発勝負。もうなんすか。よし。どう？俺のステップ見たことある？あります。めっちゃ。あんなあのボールポンポンやるの。煽りやん。俺のステップ見たことある。行くぞ。走り出したぞ。はい。そうか、一回見られてるもんどうすか、小倉。いや、しかも全然作戦と違うんじゃん。そう、早ない、あっちにしか行かないですもん。そのコマンドしかないもうじゃあ、ユウちゃんと研究してきたよ、うん、足首も首も最後変な方向回す右ステップが得意。前張り通らなかったあの細かいよって一番最後の最後入ってくるときに切り返したのやろに、お前だいぶ落ちてるわ。ブランクやな。確かに筋トレばっかしてなかった。お前に決定逃れたんすか。一平じゃアングルブレイクじゃん。じゃあまる、今日茶化しにしか来てないぞ。すいませんでした、お疲れ様です。ちゃんとやってくれ、福本。塩抜きします。Ha ha 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 ha!